真っ暗。目も真っ暗。娘初乗りでやけど、どう？娘さん。これもさ、シェードってサイドシェードとルーフシェードって、分かる。もうこれさ、英語やねんけど、これさ、もうなんか、なんで、なんで運転支援の話はもうよかった。遮ったけど、もういい。え、取るんか。え、真っ暗で新車の匂いしてきたね。消しちゃった。消しちゃった。いいよ。はい、取ってます。新車の匂いね。え、もっとしてきてよ。いや、取ったのに。してきたなと思った。新車の匂いの取り方動画が作れるなと思ったんやけど。いや、これな、ちゃうね、このダッシュのさ、隅、あれやん、協力ダッシュ、これ息子が酔う、新車の匂い嫌言うから。匂い取れへんな、これ。なんかいろいろやってんで、これしたり、めっちゃ入ってランドリーしたり、こんなんしたり、これしたり、これもなんかアマゾンで隅、あらゆるところに隅置いてるけど、語れへん、このなんか匂い。どれが効いてんか知らんで、このちょっと真っ暗すぎて映れへんねんけど、一番箱で買ってるゴキブリホイホイみたいなやつは2、3ヶ月なわけ、効果が。ゼリー状のやつで、だんだん効果が薄れていくね。袋みたいな置いてるやつあるやん。すげえ音してんねんけど。足大丈夫これ。結構ミイカギリギリやったね、前。結構ギリギリや。でもやっぱこれがあるからさ、わかりやすい。え、新車の匂い。うん、で炭みたいな、じゃあ枕みたいなのに入れたやつあるやん、はい、あれは効果がいつまであるんかがちょっとよく分からへんじゃん。だから置いてすぐの時は結構効いたな。うわ、またなんか言えへんから、匂いがどうのこうのって。息子がもう暗い、めっちゃ暗いな。匂いも真っ暗。暗い。あ、そう。あ、この上のさ、イルミは。いやー、暗いわ。っていうのはな、もうちょっとほんま映ってるの。じゃこれちょっとつきがつけるけど、前のアルファードの時は、ルーフイルミ自動テントやったやろ。あの自動テントのやつでドアを開ける取っ手が見えとって。今見えへんからな。ああ、そういうこと。取っ手見えないんだ。見えへん。はい。娘初乗りでやけど。どうですか。静かです。どう。娘さん。広いって。広い。可愛い。あんまりさ、私白い光嫌なんだよ。やっぱりあれ良かったな、周りのやつ。これぐらいやったら見えるかな。でも撮っても場所慣れてないけど。いや、慣れて、開けれてへんね。今はまだ慣れてない。取ってどこにあんのって探してる。もう慣れたらパッて行くけど、まあ、見えとったと思うで、前はもっと明るく。やっぱ暗いわ。あれちゃう？あれ下ろしてるから。ああ、そうか。サンシェード。これもさ、シェードってサイドシェードとルーフシェードって。わかる。もうこれさ、英語やねんけど、これさ、もうなんかどっちってなんねん、ほんまに。あれ、あ、シェード開いてるわ。別に。開いてるの。あ、分かれへん。ルーフシェードとサンシェード。悩む、これ。あ、悩む、悩む、分かる。なんか、ルーフとサイド、うん、サイドがおかしくない？だから、窓で、ウィンドウじゃない？ウィンドウシェード。サイドがなんか、どこのことって、いつも分かれへん。分かる、分かる。もっと直感的に、キャップできるようにしてほしい。まあ、ベルファイア不満。まだ乗り慣れてない。まだだって乗ってないもんね。ゴールデンウィーク結構連日乗ったのに、一回また降りたらまたサイド どっちが見て、シェードすぐ飽きられへん。っていうか運転してへんもん。あ、じゃあ運転してないな、運転をまずできてない。何にも乗ってない。これさ、今俺ブレーキ踏んでないんだけどさ、どういうこと？まだ何かやってる。これさ、何それ、自動運転してるってこと？いや、自動運転してないのよ。自動運転してないんだけど、これ今前行ってるじゃん。え、それはアクセル踏んでるやろ。アクセル踏んでる。で、これ今あ、これはあれか、あんまり聞かない。踏んでる。いや、何かっていうと、これ運転支援の中に、プロアクティブドライビングアシストっていう機能があるんですよ。そこまで行くの遠いな、人って。これ、納車の時はオフなんだけど、これ今俺オンにしてて、で、これ何かっていうと、ブレーキを自動で踏んでくれるのよ。またそんな
なそれしたらさ、うん、私困れへん。大丈夫。っていうのが、うん、すごくこう自然。え、じゃあね、じゃあね、自分ブレーキしてないのに勝手にブレーキになったらびっくりせえへん。だからそういう意味では自然っていうのが、うん、で前の車が止まっています。うん、そこに向かって例えば時速40キロで行ってるやん。うんうんで自分で踏まないともちろん、そうそうやな、これまではね、だん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 こうゆっくり減速してくれるわけよ。ギュッと踏むんじゃなくて勝手に。あ、そう、だから要は速度が徐々に落ちていくって感じ。だからあの、最終的には自分が踏んでる。そうそう、最終的にあの止まんないのよ。ああ、だからあくまでもこれアシスト、普段気にしてないよ。あ、そう、気にしてないというか何も気にならない。これほら今行くよ、これ前に車いるでしょ。これさ、え、今何もやってない、怖いわ。ほら、アクセル踏んでもさ、アクセル踏んでも減速するんや。ああ、要はよりこうぶつからない、あ、ぶつかりにくい。でも最終的には自分でブレーキ踏まないといけないから、運転してる意識で。なんでそんなわかったん、あるって調べたん。調べてる、もうあの YouTube 見まくってる。いや、なんかすごくね、全然興味ないですね。あ、そう、あの、え、娘さん興味ない。なあなあなあ、もうアルファード変えてきたって感じ。別にもう何にもリアクションないな、ほんまに。え、うわとか全然ないな。でも毎回見たもん、なんか、あ、それのその程度か。前の30系と一緒やからって感じ。ここに充電器の線があんねんね。あ、うまい。あ、私タイプ C 買ったからな。ああ、結構買ってたね。そうそう、ロケとかなんかなと思って。なんで、運転支援の話はもうよかった。遮ったけど。もういい。全く興味ない。びっくりするぐらい。だって、まだ運転支援の話あった。いや、運転支援の話はそれだけ。いや、急にあの遮られたから、もう途中からもう。興味ないことに対して、いや、じゃあそんなんがあるんやと思ったけど、うん、いや、それついとったらまた、いや、分かる、なんかオートホールドのイメージ、なんかそういうことをしたらか、なんか私が勝手にこうなるやろって思ってることが勝手にブレーキになったら怖いから。ね、あの、じゃあ一つ衝撃的なこと言っていい。うん、何。俺ママの初運転の時に言おうかなと思ったけど。何言っていい。怖い。え、何、どういうこと、どういうこと。サイドブレーキがありません。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、サイドブレーキないの。前フットブレーキあったよ。おうおうおお。なくなりました。あ、ほな P だけでやるってこと。違う。何何何。オートホールドだけでやります。そうなんです。え、パパがそうやったんじゃなくて。違う違う違う、あの納車の時にさ、うん、あの30キロのフットブレーキ、要は、うん、あのプラドはこうサイドでグッて手で、はい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 、まあ合うやん、たまに人に、うん、で窓を開けてさ、バイバイとかするやん。ほんならさ、プラド似合ってんなって言われんねん。そうなんや。で30キロの時に足で踏んでたよね、うん、サイドブレーキ、うん、踏んでた踏んでたよね。やってた。え、どういうこと、どういうこと。で、後でやって、後でやって、うん、で納車の時にさ、要はこういう時ね、こう止まりますやん、うん、で足でギュッてやって、うん、で掘ってたやん、うん、あれサイドブレーキってこの足のとこにないんですか、うん、って聞いたら、うん、ありませんって言って、うんうんうん、そのトヨタの人に言われて、うんうんうん、であれ30件の時って足でしたよ、うん、ねえって言ったら、うん、いや30件の時からないですよとか、うん、いやでも あったよね、そうそう、うん、でまあちょっとそこは噛み合わへんかったんやけど、へー、ないからどうしたらいいの。ないから、ブレーキを踏む。え？だから止まってる時ね。だからさ、ああ。キュッてやったら、あの、足離してもよかったやん。ブレーキから。あ、私さ、いや、パパ、めっちゃ使うやん、その、ホールド系。いつもさ、プラドでもさ、あれ何？サイドブレーキガッてあげるやん。そうそう。するやん。ほんなさ、私、全くせえへんからさ、そう。ああ、じゃあブレーキ除くんだ。ずーっとブレーキ踏んでるから基本的に。あ、じゃあいいよ。で俺はさ、だいたいこうサイド引いて、でまあニュートラルに入れて、うん、ほげーっとするからさ、
いや私じゃあ、ね、基本的に駐車するときに最後どうしたらいいのかが分からない。それはどうしたらいいの？いらんってこと？あ、それはね大丈夫。 P をこの P っていうボタンを押したらだけでいいってこと？押すだけでいい。あ、これ押すだけ。あ、そういうことか。あ、私普段の運転で、あ、そういうことね。使わないんだ。使わへん。俺普段の運転の時、いや私知ってるよ。パパ普段からもうガチャ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 ずっと動いてるやん。だからこれ押すやん。オートホールド。面倒くさないんかなと思って。オートホールド。オートホールドを活用して。いつもさ、止まるたびにこうやってキュッて上げたり、サイドブレーキ上げて足離すやん。そうそう。それ面倒くさない？だから今これ、今オートホールド、エンジンかけるたびに毎回押さなあかんねんけど、これオートホールドしたら、そう、それ嫌や、それ。で、ホールドになって、で、足離していいっていう。毎回自分が押さなあかんってことやろ。そうそう、だからじゃあ私は押さんでいいよ。押さんでいい。だから信号の時にブレーキ踏んだままってことよね。うん、ああ勝手にホールドになるようにしたらあかんで。ああ、分かった。キットね。そうそうそう。つけへん、つけへん。あ、キットないねんな。そもそも機能がないねんな。キットた、あ、機能はない。キットつけたら言えへん、それ。あ、そうなんや。そうか、サイドブレーキ必要ないんだ。言って、そうそうやで。いや、私人によるんか。私パパがそうするから、うん、みんなどうしてんのか分かれへんわけ。これ大体使うんよね。だから、え、これフットブレーキ、どフットっていうかサイド、どこ行ったんですかって、ありませんよって。まあオートホールでやるからいいんだけど、いちいちちゃうねん。面倒くさない、止まるときに。逆にやんの、ブレーキ踏んどけばいいやんって思うね。足離したいんだよ。あ、そう。そうそうそう。へえ。じゃあ、まだまだ丸いけ。はい、丸いけ。じゃあこれパーキングアシストやってみようか。いいよ。もう私それ使えへんって心に決めて。あ、そうなの。なんかこの前さ、なんかそんなすんなり行ってなかったやん。すんなり行ってないね。やろ。うん。多分行く時と行かへん時があんねん。でなんか後ろに人おったら焦るからさ。そうやな。焦ったやろ前。焦った。やっぱ焦んねんよこれしたら。うん、さあ。でこうやってゆっくり空いてる時はいいと思うで。そうだね。お待たせします。でも普段から使わな、ボタン分からへんわ。でも実は後ろ車来てるから、これ自分でやった方が早い。いやもう早くしたいってなるやん。もう人が待ってたら。そうやね、人待ってるとちょっと嫌やね。うん、お前やったらもっと早いやん多分。あ、まあでも性格は性格は性格だね。いや、プリウスめっちゃ速かった。いやでもこれ車体の重さかな。一発いったよ。ほんまきれいわ。あー、すごい。アドバンストパークを終了しました。でこれ画像が白でよかった。本来自分で P を、これ P ボタンペッて押す。やって。今、これ押されてる。今押した？いやいや、押してない。アドバンストパークの時は、もう勝手になるから。それでエンジンが終わり？で、ほんでどうやってエンジン切る？エンジンはこれ。それで終わり？うん、これで終わり。あー。さあ、ママさん運転できるでしょうか。そんなわからん。なんかこんな小難しくされたらさ。もうこのユニバーサルステッパーつけてよかったってほんまに思ってる。これあのぜひ私さ、動画の時9万円と思ってたけど6万6千円やったやん。あ、税込みつけててよかったな。そうやな、つけててよかった。あの時ちょっとケチる思ったけどさ。取っていい、かっこいいな。いや、黒がすごいわけよ。黒がいいね。駐車場で止まってる。ああ、やっぱいい。はいね、娘さん治るやっしょ。はい、はい、はい、さよなら。さよなら。